Shave it.どうぞ、今回は止まったら死亡というハイフマップをやって、ハイフマップではありません、ノンストップハチマキという止まったら死ぬアイテムを使ってサバイバルをちょっとだけやっていこうと思います。こう今手に持っているのがノンストップハチマキといって、このハチマキをつけて5秒動かないと死にます。それで死んだらもうこの動画終了します。マジでぶった切ります。死んだ瞬間にこの動画終わるんで、おい、動画の尺見たらどんくらいで終わるかわかるだろ、そこは見てはいけません。ではノンスタイルハチマキ、ノンストップハチマキつけていきましょう。いやー、これつけたら始まんのか。じゃあ装着。来ました。これ前見えてんのかな。このピッピッってやつが、あ、これこれ、もうこれ死亡フラグの音ですね。じゃあここから生活していきましょう。まあ目標はネザー行けたら十分じゃないんですかね。もうこれでもあれだね、ちょびっとだけ動けばいいから、はい、1クリック、はい、これで大丈夫、1クリック。まあなるべくこう動きながらね。もうこれエブリデイアームシャフトに最強じゃない、これ。もう止まってるな、止まってないやつ、あれ、エビデイが負けた。このさ、多くの原木をちょっと木材に変えたいんだけど、その時止まるからほんと一瞬でもう作んなきゃダメだよね。いくよ、作るかんね、見とけ。いいよいいよ、セーフセーフ、まだまだまだ。これ今バージョン違うからさ、え、そんな一気に作れん、あ、こう持って、あ、なんか作りづれ、ちょ、うわっ。ごめん、訂正します。あと1回死んだらやめます。お前1回で終わるっつった。では装着の儀式していきましょう。だから北朝鮮の歌流すなって。あのブリーフかぶってるわけじゃないんで通報しないでください。これさ、思ったけど1回でも動けばいいからそこまで困んないんじゃね、とか言いながらさっき死んだからね。どこだったんだ今の。原木を木材に変えるその黙ってる時に、あ、そっか、水に流れていけばさ一応動いてるっていうことになんないの。あったまいい俺、これで私動いてますよっていう感じ。ほら、ほらほらほら、見た見た見た、あったまいい俺マジで。これで動いてるとね、なんでかね、ピコンピコンなんないから、こうやって時間稼ぎして、あ、一気に作る、一気に作る、あぶね、大変。もう人はね、こういう時焦っちゃいけないんですよ。焦ったらもう失敗しますから絶対。いや、すべてにおいてね、余裕を見せることが大事なの。こう余裕を見せてゆっくりいける。もう余裕見せすぎちゃって。Every day I'm shuffling. 危ね。これで大丈夫ですね。そしたら次は作業台。あれやべ、わかんねえ。焦った。ほんと。1.710 バージョンの作り方いまいちわかんねえ、動かねえんだもん。これほんと作りづらいんだけど、え、これマジで作りづらい、え、どうやっ、な、え、作りづらい本当に。こんなに作業台作るのに手こずったの初めてだよ。あ、来た来た来た、なんかのね、マジ教シリーズだったかな、そういう名前のシリーズやった時にね、作業台43個作っちゃったよ。これほんといいな、これ。作業台42個も作っちまった。まあ全部ヒカキン様にプレゼントしたんですけど。夜きついな。洞窟の中でもうずっと歩き回ってます。バカバカバカ、なんで喧嘩売ったこいつに、なんで喧嘩売った、これ死ぬよ。バケツあればな。水に渦巻き作ってもずっと動けるようにできんだけど、ピッケル作らないといけないからな。今抱えてる問題はツルハシが作れないということです。斧も作れないです。あのね、あの水の流れが速くて作業台の作る画面が消えちゃうんだよね。ここら辺につけといて、力流れてった時に作るぞ、はい、作るぞ作るぞ作るぞ作る、あ、来た。まずはこう置いて、木を置いて、そしてずらし、やっと作れた。すでにここまでで40分経ってます。
よっしゃ、石のツルハシゲット。まあ、ネザーが目標だから黒曜石を取らなきゃいけないんだよな。マグマと水だけでもネザーゲート作れるけど、やっぱここは一から作んないとね。よっしゃ、石のツルハシと斧ゲット。これあれば大抵いけんじゃねえかな。私の予想します。この動画は落下ダメージで終了します。もう死んだら終わりなんでね、ハチマキで死のうが関係ありません。あー、寄ってきた。ずーっと動いてないといけないからもう画面が揺れまくり。いや、かまども作りましたよ。これはもしかしたら、あのいつもやってるサバイバルシリーズマジ強のパート10より進んでんじゃないか。これもうパート1パート10越しちゃったよ。お、ここは洞窟の穴じゃねえか。これ大当たりの予感がするな。そういえば黒曜石ってダイヤモンドツルハシからしか取れないよね。マジか。ダイヤモンドだな、まずは。こいつら痙攣してやがる。この池に電気ウナギでもいんのか。そんないるわけねえだろ。じゃあ鉄ピッケルもツルハシも松明も準備できたので、ダイヤモンド探しに行きましょう。そしてダイヤモンドピッケルを作って黒曜石を取ってクリアしていきたいと思います。洞窟はね、多分さっき行った場所くらいしか見当たんないから、そこにかけよう。ここだ、行くか。おお、これは深いだろ絶対。この洞窟深い。あ、でもこれわかんねえや、どう来たか。終わった。え、ちょっと行き止まりが多すぎない？これはもう階段掘りして行くしかねえんじゃねえか。なんか来た。もうこれ死んだら終わりなんでね、ここは慎重に行きましょう。深くまで来た。おお、めっちゃ下がってってる。あれ、光ってる光ってる。あれ、マグマか。あ、お、マグマ来た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 、やっと来た。落ち着こう。ああ、さっき言った通り人間焦っちゃいけないんだよこういう時。くそー、ダイヤモンドが見つかんねえ。多分ここが一番下の方だと思うけどな。やっと来たー。これでダイヤモンドピッケルが作れる。まずは作業台。いけ、うまくなったよ俺。はい、うまくなりました。そしたら作ろう。間に合え、まあ、来た、やっと来た。来ました、ダイヤのツルハシ取ったんで、黒曜石を取ってネザー作って完了かな。うおー、トイレしたいけど話せねー。トイレしたいけど前くらいやめらんないんだよね。よっしゃ、黒曜石取ったんで来ました、ネザーゲート。やったー、もうマジでよかった。やべえ、火打ち石の作り方忘れた。ウィキ見てる暇ねえわこれ、どうしよう。余裕すぎて須田子さん太郎5枚くらい食えちゃいます。そういや、これだっけ、こうだっけ。来た、やっと来た。よし、来ました。じゃあネザーゲートのところに戻ろう。では点火式をします。いや、そういうことしてる場合じゃないから、行くで。しゃあ、じゃあ入ってクリアですね。よし、クリア。あ、ちょ待って、あれ、とんでもない事件が発生。これ黙ったら死ぬやん。いけなくね、ギリギリ間に合う、もしかして。これ死んだら終わりなんだよね。まあわかんないから、よかったら高評価、チャンネル登録、 Twitter もやってるのでフォローよろしくお願いします。 Twitter に直接コメントを送った方にはなるべく返信しようと思いますので、フォローよろしくお願いします。じゃあ行くか。声優言わないで終わるかもしれないな。まあ健闘を祈って行きましょう。はい、ギリギリいけるよな。いけるよね、多分いけるよね。大丈夫、死ぬ、これ。死んだ、もしかして。死んではいない。死んで、ああ。